はい、ロットマンです。今日も2つ届いてますんで早速開けていきたいと思います。こっちの方が先に来ました。ベルギーから買ったかなんかで、コロナ前のものですね、注文自体は。で、到着が昨日かな、なので2ヶ月以上かかってます。で、こいつも、まあ、ベルギーっていう国はちょっと不思議なもんで、オランダとフランスに挟まれてるんですけど、その挟まれてるからこそ特権とかもあって、まあ、表記とかもね、オランダ語とフランス語こう両方書いてあるんですけど、なので、まあフランスに行った方が安い発送料だったり、イギリス、あ、イタリアじゃない、オランダに行った方が安かったりするんで、そういうのもあって、結構いろいろ、まあ発送については、その国から出て、まあ EU なんで、一つの、まあ、国みたいなもんなんで、そうやってちょっと工夫してくれる人もいます。まあ基本的に結構、ベルギーはそんなに送料が高くない国ですね。まあ、そんなことを言っても40ユーロぐらい取られました。7インチですね、全部。ちょっともうちょっと梱包考えてほしいなと思いますけれども、そこそこなものを買った記憶があります。梱包が本当にやばい、本当にやばい梱包が。なんでこういうことしちゃうんだろうな、こいつら。ほんと不器用だから。高倉健よりやばいよ。いいレコードは届いてますけれども、ほんとやばいなこいつら。ノイローゼになりますね。まあ疲れてるのに、疲れてるのにこういうめんどくさいことをさせられるとイラッとします。よし、とりあえず、ああ、またついてるよ、ほんと。ほんとに、リーリーフレッシュですね。内容的には。ほい。早速、何買ったか見ていきたいと思います。212。221か、確かね、キャッチレゲエ汚れだったと思いましたね。まあ楽しみ。ヘイラブ、まあこれはあれですね、まあ、結構好きな人がいるダンクラ。ダンクラも最近やっぱちょこちょこ買ってますね。俺もやっぱ歌もんとして紹介したいところも増えてきてますね。これ昔のロトレコチラシ、松戸時代のやつです。憲法を最初やる時に作ったやつですね。なんかまあ道端とかで配ろうかなっていう、そんな感じでもなかったかな、ちょっと覚えてないですよね。ザ・クラウン、これ大好きなんですよ。このオールドスクールラップ最高ですね。うん、ガールズストリートのまああれですね、まあニュージャックかな、これもそう。ライスラボニータ、これ悩むとこですね。でニューシューズ、ニコル、
で、I Believe in Miracle のカバー、うん、オスカー、これカズさんから教えてもらったやつなんですけど、まああれのネタが一緒だったっていうことで12日もありますけれども、7日も出てたんだと思って買いました。もう1枚ダンクラだった気がするな。ニュージャック、シャレ、なんか同じもん結構買ってますね。久々の入荷、カールリンガー、これ最高なんで、ぜひ知らない人いたら聞いてみてください。ガールストリート、うん、これは定番ですね。でファイネスで、ニュージャック、さらにもう一枚、これ3枚も買ったのか、3枚買ってましたね。そして久しぶりの入荷、これはもう何枚かあります。でファイネス、結構買いましたね。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、うん、なんかもうちょっとあった気がすんな。30何枚買ってきて覚えがある。また足りてないのかもしれないですね。まあそんな感じで、こっちはアメリカマイアミ経由で届いたやつ。これアメリカ行くと発送するのがね、これで入ればこの箱で送るのが一番いいですね。この箱でだいたい8000円とかですかね。今昔は5000円ぐらいだったんですけど、うん、そうだね、値段見ても80ドルなんで、本当にねバカなんだよこれ。見てほら、ちゃんとやってくんないんだよねこういうの。ほんと困るよな、あ子供が。アメリカ人、外国人は本当にいい加減だから困るよ。あんま入ってねえだろう。たまにこういう中にね、なんか買い忘れた CD 入ってたりするからな。はい、タンヤダイタモン、まあ、カバーですね、ローリンの、うん、なんか番外やばそうだなこれ。大丈夫なんだ。お、ピンピンですね。うん、顔に似合わずまともかどうかは知らないです。カムベビーカム、カムベビーカムのリミックス、うん、まあまだな、まあ VG ぐらいだから、まあまだまだ許せますね、うん、なんでこんなもん買ったのかが理解できないですね。これちょっと俺が本当に買ったのかなこれ。でこれ、うん、これ結構ねすぐ売り切れちゃうんですよこれ、この番で。結構今何気に高いんですよこれもね、十何ドルしてるんですよね、買い値で。でこっちも、うん、まあ古いけどいいですね。久しぶりに入荷、ジャケ悪い、中身が良ければいいな。あ、もう砂がすごいですね、長年ほったらかしだから。これねガレージとかに置いとくとみんなねこうなっちゃうんですよ。
みんなどこからか砂が入ってきて、で砂がついちゃうんですよ。でその砂が擦り切れたりする原因になってくるんで、まあひどいやつなんか、うわこれダメだな、裏面が結構擦れてますね。うん、昔は日本でもたまに買えたんですけどね、今全く買えないですね、こういうのジャケ付きプロも。でこれジャケ付きプロも買わないとこのバージョンが入ってないんですよね、アルバムバージョンが。結構困ったやつだなこれ、うん、ちょっと試聴してからだな。ちょっとやばいっすね。で今回のメインの一つ、I wanna love like that、 パンはまあまあ、うん、まあジャケなしなんで安く出したいなと思います。こういうのもね高くなってる一方だから、もともと高かったからねこのバンは。で、デコディスコ、うん、これは知る人ぞ知るコンピですね。まあ後でチラッと曲を載せたいなと思います。でまあ欲しかったやつの一つ、バンガー、悪い、かなり悪い、本当にもう持ってるだけっていうレベルですねこれは。これしかも完品は外ビニールなんで、やっぱり外の梱包が悪いレコード屋っていうのはもう、うわ泥だらけね、やっぱりね物も悪いですよね。ちょっとこれ洗浄かけたいと思います一回。まあでもなかなかねもう売ってないからね今このレコードも。サクッと1万円ぐらいしちゃうんで、安い時に出たら買っといた方がいいですね。うん、おリクエストラインの外側だけちょっとノイズ入りますねこれ、うん、まあ洗浄をかけたいと思います。これもさっきのもこれもなぜ買ったのか分かんないものがまた入ってましたね、謎。そして LP、 これ綺麗だといいな。まあまあですね、結構綺麗な方だなこれ、こいつの直しては。まあ、VG プラスぐらいでなんとか出せそうですね。ちなみにこれうちで最初売り始めた時はそこまでじゃなかったんですよ。でも今1万円超えちゃいますからね、かなりレアですなりました。うわーこれもいまいちですね、しかも使い古した感じの。これも安価で出しちゃいますかね、それか配るか。これ一応自分がね聞きたいから買ったんですよ。これラキムのアイエンコのジョークのカバー、結構知らない人多いですね、定番ですけど。うん、俺たちの定番と普通の
最近聞き始めた人の定番がやっぱり結構ずれてるからな、なんとも言えないですけど、うん、こういうのはなかなかもう今売れないからリスクはありますね。でニューフレーバーの1枚、うん、これはまあなんとか大丈夫ですね。これがね今日本だと再発ばっかりなんでなかなかねオリジナル出てこないんですよ。だからまあちょっとこうやって無理して買うしかないなと思ってます。それかコロナ落ち着いたらまたニューヨーク行こうかなと思います。でドクターソウル、これ最近いっぱい買ってますね。もう5、6枚買ってんじゃないかなこれ。でもまだ店出してないです。早めに出したいと思います。で、ランナーウェイ、ジャネットのこのダブルパックは昔お宝版とか言われてたけど、まあ、あんまりここまでね深いとこ取り扱ってる店もコレクターも少ないからな。これもなんで買ったのかよくわかんないですね。うん、結構謎版ばっかりですね、ピカピカ版は。うん、正直謎で、ラバートの LP、ラバート好きな人ってさ少ないよね。俺大好きだけど、こんなにいい曲あったんだっていうのがね結構多いですけどね、この人たちは。ちょっとわかんないのが、うん、2、3枚入ってましたね。なんでこんなもん買ったんだろう、本当。知らないうちに頼んでたとしたら相当損してますね、送料とか。今回も3000円ぐらい損してそう。うん、ピカピカになりました。まあこれも救われた1枚ですね。なので欲しかったやつだと2枚ねちょっとやばいのがあるけど、その2枚をどうにか、うん、磨きたいなと思います。で両方で買った値段多分これで2万か3万ぐらいだと思いましたね。でこれも2万だったかな、そんぐらいかかってますね。混んで5万ぐらい買ったってことですよ。結構買ってますね。4、5万買ったってことです。まあそのうち送料が1万ずつぐらい払ってるんで1万までいかないかな、1万5、6000ぐらい、5000、6000ぐらいかかってるんで、うん、まあしょうがないのかなと思いながらも、早くコロナ終わってくんないかなと思います。まあこんな感じで現場からは以上です。